ルースターの佐藤でございます。そしてジロ吉の金井貴也さんです。はい、どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。この動画は、ルースターのチャンネルから流れておりますが、この動画はですね、ミュージックスクラムというですね、ライブハウスの力を合わせている合同のサイトがありまして、そちら向けに実は撮っております。ということでですね、マニアックな話シリーズっていうのが、前集まった時に動画でこういうの撮ったらどうだろうっていう話も出ましたので、まあこの第1回目ね、ブッキングについてっていう、ブッキングについて狭いか広いか、うん、あれですけど、聞いていこうかなと思っています。まあどうやってあのスケジュールを決めてるかってことですね。まあそうですね、あそうか、ブッキングっていうのがね、ブッカーですか、ブッカー TM ジェームズみたいな感じですよね。と、はい、いうことで、他のお店でも長いところは2代目3代目3代目は分かんないけど、なりますけど、ジロ吉さんに至ってはもう何年でしょう、47年ですもんね、はい、長っ47年ってすごいですね、はい、昭和何年だろう、1975年、はい、すごいすごいな。だって万博から5年しか経ってないそういう感じか、すごいな。万博が遥かだって、もうなんか昔、ついこの前ではないじゃないですか、気持ち的には、はい、そんな前からあるんだな、はい、でその時はまだ多分大人じゃないので、そうですね、子供ですね、はい、ですね、もう生まれてはいらっしゃるんです、ね、生まれてはいらっしゃる、はい、で先代の方が、はい、どうやってスタートしたんですかね。ライブハウスってそんなにその頃多くないじゃないですか、はい、そうですね、なんかうちのマスター、その先代亡くなったんですけど、はい、ジロマスって呼ばれて、はい、ヒッピーだったんですね、はい、ヒッピーで、まあ、ヒッピー仲間がいるじゃないですか、うん、でそのうちの一人がですね、西新宿に、はい、マガジン、ナンバー、ハーフナンバーやってて、でそこの、まあ、が閉店するっていうので、うん、まあ、そういう人脈があったりとか、あと、まあ、その仲間の中にトリオレコードのプロデューサーっていうか、うん、ディレクターの人がいたりとか、それで、まあ、最初の頃はほら募集したってバンドがないじゃないですか、おそらく、うん、そうアマチュアバンドもないし、うん、だからまあそういうレコード会社の人たちがまあやる場所もないから、ああそうですね、当時はだからロフトと、うん、まあうちぐらいしか多分なくて、うん、まあ空いてるからうちでとか、うん、そういう感じだったと思うんですよ。だからスケジュールが毎日埋まってるわけじゃなくて、うん、っていう感じだったと思うんですよね。そうですね、はい、で僕はもうジロ吉入った頃はまあ軽く老舗みたいなこと言われてて、はい、17年目ぐらいか、そうもう17年で老舗感っていうか、ものすごいできた時から老舗感なんかね、そういう感じだったので、なんかデモテープとかがいっぱい来てたんですよね。あでこの段ボールにこう全然聞かれてないテープがこういっぱいあるみたいな、それでなんか僕がブッキング始めたのが大体26年ぐらい前なんですけど、はい、なんかいきなりやれって言われちゃって、うん、でもまあ日本語でやるバンドはダメみたいなそれどういうこと、なんかそういう空気で、あ空気でね、はい、なんかいろいろ面倒くさかったですね、うん、はい、だからまあうちのマスターが最初はブッキングしてたと思うんですけど、はい、で2代目にワオさんって人が今 P やってる、ワオがやってて、まあジャズのバンドばっかりやってたのかな、うん、それで僕が次で3代目になるのかな、うん、はい、そんな感じです。この野音でそのジロ吉の30周年の、はい、そのまあ当初から出ていた人たちのなんかが集結するみたいなのを見に行きましたけど、はい、ありがとうございます。山下洋介さんとかね、はい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 、もうそういうあのそういうことでジャズ最初やってたっていうような感じがね、はい、そのうちまあブルースが入ったりとかしてましたけど、はい、あ最初ジャズの店みたいなイメージだったかなみたいなとこも、あとなんだろう、時代が時代なんでフォークも、もしかでもフォークは外国英語じゃないかダメか、いやでもね一番最初フォークだったんですよ。あそうですね、第1回目の
うちの公演が高田渡さんとかで、ああそうですよね、うん、でその後まあ多分渡辺貞夫さんが出るようになって、はい、ピアノ OK とか言われて、はいはいはい、で渡辺貞夫さんを月1回やるってことになって、うん、まあ貞夫さんのバックメンバーの人たちとかのつながりでどんどんこう、はい、ジャズになってるんですね。はい、ジャズミュージシャンはもう横のつながりで生きてすごいですからね。そうですね、はい、なるほどなるほど。でまあブルースやらソウルやらそういうの、はい、割とこのなんかブラックミュージック系っていうのにどんどんなって、はい、そうですねきましたよね、はい、ジャズもまあないことはないですけど、はい、どっちかっていうとイメージ的には自分が知った時にはもうブラックミュージックだっていう、感じだったんですかね。まあその頃だから渡辺佐藤さんが出始めた頃にクロスオーバーってな、はいはいはい、それがまあうちの店で軽くできたみたいな、ああそうなんですか、雰囲気があって、まあ他の店でもやってたと思うけど、うん、なんかそういう渡辺佐藤さんがブルースの人と一緒にジャムセッションやるとか毎日夜中にやってたんで、ああ夜中のね、はい、でそれでなんかこう交流があって、まあそういう中でこうあるジャズのピアノの人とかがブラックミュージックに傾倒してて、うん、まあなんとなくそういうの増えてって、なんとなくだんだんそういう風になってったって感じですかね。だから日本語でこう歌う、こう弾き語りの人とかって出すって感じじゃなかったですね。そうですね、はい、なんかそんな気がしますね、はい、ボガンボスとかはちょっと例外だったんですけどね。ああ、はい、そうですね、はい、そうか、そう、ボガンボスもそうですね、うん、まあでもどっちかっていうと、でもあのボガンボスのくくりになると、まあ、ニューオーリンズやらブルースやらってなるから、うん、ブラックミュージック系のこのラインに入ってきても全然 OK なジャンルとか、そういうなんか大きく分けると結構入ってこれるものがありますよね、うん、なるほど。で、タカさんになっていったわけですけども、はい、まあそれはもう歴史ある方々で、はい、お亡くなりにならない限りみんな続けてらっしゃいますから、そうなんです、はい、もうそのままずっと出てもらえていると思うんですけど、はいはいはい、やっぱそういう感じですか。まあ、それもありますし、あとやっぱりこうつながりですよね。だから誰々のバンドに出てきてくれた時の、うん、あのピアノの人が自分のバンドでもやりたいとかね、そういうことでつながってる感じで、やっぱりそういうことですよね、はい、ただでも結構出たいって言ってメールとかくれる方も多くて、うん、どうしたいんですかそれ。まあ結構ちゃんと YouTube とかね、うん、上げて聞いたりしますよ、うん、で聞いて割とちゃんと返事しますね、うん、どうしてダメなのかとか、あじゃあ結構断ったりして、断る、かなり断りますね。まあこれ全世界の人は注目してしまうこのところ場面ですけど、はい、出れる出れないってそのどこが境目なんですか。勘ですかね。勘ですか。勘、なんか例えばメールとかだったら、はい、分かるじゃないですか、文章で、あこの人、このバンドの人は他の店にも全部一斉で送ってるな、やれの場所探してますけどいついつ空いてますか、うん、みたいな、いきなりそういう感じとか、うち絶対無理ですね、うち来たことないなみたいなノイズやってるんだけど出たいです、ね、とかって、あこれはうち来たことないなみたいな。でもノイズはなんとかさんとかそういうのも前なかったですね、ありますけどね。そうですね、うん、でまあでもその文章とか、まあ、デモテープとかでも昔テープじゃないですか、はい、汚い字でこういい加減な感じのテープとかってもう聞かないでもこれ分かるなみたいなあるじゃないですか。もうこれお前もダンボール一生聞かれないダンボールのそのデマテープでもちゃんとプロフィールとかアーシャとかも添えて、はい、きちんとこうやってくる人はこれはちゃんとしてんなとか、そうなるとちょっと聞こうかなみたいになりますよね。あ、はい、そうすると一回でやってもいいかなとかって、でやってみたら、あなんかアイドルみたいな感じかみたいなとか、まあ、そういうこともあったし、まあそれでも別になんかいいっていうか、うん、まあ、例えばそのうちにアルバイトしたいんですけどって電話かかってくるときに、はい、すげえあちこち電話してるならライブハウスに電話してもらいたいと思って電話かけてきてるなっていうのってなんかわかる、わかりますよね。ジロキチさんでもそういう電話かなり多いと思いますけど、まあ、最近はそういう働きたいって言ってくれる人はこういう時期ですからあんまりかかってこないですけど、ね、もうええー、みたいな、
バンドとかやってるんでライブハウスで働きたくて電話しましたけど募集してますみたいな人はもう募集してませんでもう人が足んなくても言いますね。なんかまあライブハウスだからってわけじゃないけど声のトーンでわかりますよね。そうかもですね、はい、そうですね、うん、だからメールとかで結構ちゃんとうちのことも知っててくれて、それでこういうバンドだってちゃんとした文章の人がまず聞くし、で一応やってもらったりしますね僕は、うん、はい、なるほどね、はい、まあ勘っていうところですよね、うん、うん、でうまくいく時もあるし、うん、うん、まあ、いろいろですけど、ね、なるほど、はい、なるほど、もうお客さん全然入んないとかあるじゃないですか、うん、うん、まあそのなんていうか超メジャーな、ね、ミュージシャンばっかりドーンってスケジュールに入ってますけど、たまに誰っていう時 ありますもんね、うん、でその人は誰だろうって思って興味を持つかっていったら難しいっていうところもありますよね。そうなんですよね、はい、それをどうこっちはしていけばいいのかって悩みどころではありますね。この間ちょっと一個難しいことがあったんですけど、ある、まあ、大物ミュージシャンの人がつい先日やって、はい、で、ジョロキシのスケジュールをよくチェックしてるよと、うん、で、まあ、自分は、まあ、ジョロキシはちょっと敷居高いと思ってるとそれで大物ミュージシャンがね、奈良の時に言ってくれてて、まあ、それはありがとうございますと、で、今度俺が大学で教えてる生徒が出るけど、うん、出る出ると、うん、見たと、で、それでジョロキシは敷居が随分下がったねって言われてたんですよ。いやいや、俺そういうつもりじゃないんだよみたいな。ピットインみたいにほら昼の部とかあるわけじゃないから。あ、そうそうですね、うん、だけど別にその彼も、まあ、別にいいし演奏いいし、うん、だからその先生目線で見るとまだまだだ、ね、なんで俺と同じ店の土俵で上がってくんだよっていう気持ちだと思うんですけど、まあ全然ね演奏も良かったし、うんうん、だから今度は会った時はいやあの方すごい良かったですよって言おうと思うんですけど、うん、はい、そういう、変に敷居とかね、なんかそういう難しさがあるなと思って。それはなるほどね、今いろんなことを思い浮かべました。だってそんだけね、その47年も歴史あったら、もうそうそうたる人たちの出演者がドーンって出てて、うん、でそういう風に見る人もいるよなっていうのがありますよね、うんうん、結構なんかうちのスケジュールとか見てる人多いみたいで、ミュージシャンでしても、うん、最近なんか知らないやつばっか出てるけどどうなんだとか言われて、いやいや、そりゃ今こんなコロナ禍でね、うん、出てくれる人も減っちゃってるから、なるほどね、うん、新しい人も出しますよみたいな感じですけどね、うん、はい、まあ言ってもね、その大御所の皆さんも結構60、70、下手して80みたいな、はいはい、なってきてるんで、はい、その、新しい世代っていうかね、がこう出てこないと、出演者もちょっと減るかもしれない。まあ間違いなく減りますよね。だって子供少ないんですもんね。そう、若い子が。でそれをまああとね、100年ぐらいもう続くとしたらですよ。はい、でもう今出てる人みんなもういないんで、はい、でその時どうなってんのかなっていうのはね、いつからその時のことを考えるべきかっていうのもありますよね。もうでも考えないとまずいですよね。そうですよね。10年後とか考えるとだいぶいなくなる。誰ですか。いやいやいや、言えない、誰とか言わないですけど。そうです、僕は自分がいない可能性が。いや、それは僕もそうですけど。はい、まあね、という。ことなんですけど、で、まあじゃあ、出てほしいっていう、ちょっと最近そういう感じが伝わってきてるんですね、はい、出演者、新しく出てほしい、はい、今までのその敷居が高いっていうイメージはどうするんですか、それか下げるんですか、下げるっていうか、敷居は高いままなんですけど、はい、演奏がうまいだけとかいう、はい、そうアカデミックなこう感じでちゃんと来て演奏がうまいだけとかじゃなくて、うん、やっぱりなんか心意気っていうところがあるミュージシャンっていうのをやっぱり見つけたいなと思ってて、心意気って何ですか、うん、これすごいね、もう例えば俺バンドやってっからいついつ空いてますっていう、うん、
人たちも心意気多分あると思うんですけど、その心意気度のこのジャンルがちょっと違うんですよね。その心意気、ジロチから見た心意気とは、もちろんあの心意気っていうのはちゃんとしたこう基礎演奏力の上に成り立つものなんですけどね、あのただやる気があるだけじゃダメであって、パンクの人とかだって一見こう適当にやってるじゃないけど、うわーって思い一発だけでやってると思うかもしれないけど、実はみんな上手いじゃないですか、ちゃんとしてる人たちは、ロックの人とかも、だかそういうところを勘違いしてない感じの心意気ですよね、ちゃんとした心意気もうちょっとすごいいい料理人みたいな感じです、ね、ちょっとよくわかんないですけどね、なんつっていいですかね、やっぱりなんつうんですかね、心意気、まあだからブルースを感じるとかね、スイングしてるとかって言い方があるじゃないですか、それと同じだと思ってて、ロックじゃねえとか、ロックだとかロックじゃないとか、そうそういうやつですか、だからロックバンドでもロックバンドっぽい演奏してるけど、なんかお前ら本当ロックじゃねえよとかってあるじゃないですか、全然ロックじゃないよみたいな、なるほど僕はないですけどそうですか、僕は結構あるんですよね、なんかそれでなんかそういう人はちょっとまあないなっていうか、で逆にパンクバンドとかでもうちにパンクやるとかってないじゃないですか普通、でもパンクバンドとかでもなんか結構ブルースを感じたりする時があっていいなと思ったりするんですよね。パンク的なブルースバンドってありますもんね、あるし、あの、まああるんですよね、そう、まあそれあげませんけど、名前は、あのでということはですよ、そのまああの次郎吉に出られる可能性あるんですね、まあこの出たいなと思ってる人はとりあえずあの送なんか挑戦してみるっていう、そうですね、特に今コロナ禍であのブッキング埋まんないんで、やっぱりいいなと思ったらとりあえず聞きますしね、やっぱりブッキングがもう自動的に埋まっちゃう状態だとなかなか聞いてもどこで出てもらおうかなって感じになっちゃうし、で今ほら対バンってちょっと難しくなっちゃってて、あのお店がただでさえ人数制限してるのに3バンドやってバンドの人たちばっかになってる状態とかって良くないじゃないですか、そうですね、対バンなんかあんまりないんじゃないですかって、いやでも前はあのたまにそういうバンドの時は対バンとかやってたんですよ、ありますね、初めてやるバンドの時とかは、でもそういうバンドがでやりにくくなっちゃったから参ったなと思って、イベント的なことができにくいっていうか、まあそうですね、そうですか、まあじゃああのなんかブルースを感じればいいんですね、あの心意気と心意気を感じれば、あと、まあ、ある程度の水準がもうクリアしてて、そうですね、心意気大事です、そうですね、でもあの水準、ブルースの場合水準って結構判断が難しいことがありますけど、あのバリバリもうこんなになってるのはあのすげえうまいけどそれブルースじゃないみたいな、全然もう同じことしか弾けなくてよだれ垂らしてるけどすげえブルースだみたいなもうこれはすごいっていう、その見極めが難しいところですけどね、あ難しくない、一発で我々は分かりますけど、なんか岡津さんとかってやっぱブルースを感じるんですよ、もうそうですね、一緒に演奏したことがあって、すごい優しさとか伝わってくるんですよ、いやもうあの人ね、あの酔ってるおじさんに靴下あげ履かせてあげたりとか靴下履きますよって言ったりね、すごいですよ、だってあの東さんってもう昔からね出てますけど、うちであの東さんのバンドで録音したことあったんですよ、おじさん、東さんとおじさんの東さんとで、その時にドラムの上にマイク1本で撮るって、でここにドラムのここにマイクあるんですよ、で岡さんがずっとああうなってるからね、ああマイクに向かってああってずっと言って、うわそういうぐらい素晴らしい人ですね、いやなんか昔20年ぐらい前だと思うんですけど、佐藤さんがあの、岡地さんをフィーチャーするなんかセッションみたいなやってなかったですよ、あなんか魂のブルースドラム、フライヤー見て、俺ねあれね岡地さんに私に言ったんです、そしたらなんかしんだけど次郎吉の皆さんに配ってくれみたいなイメージになっちゃってみたいで、ああやべ気まずいみたいな、いやいや全然そんなことなかったんですけど、お
分かってるなと思ったそれは。本当ですか。さすがルースター分かってるな。いやいやいや、誰もが分かるでしょ、岡田さんなんだから。でもほら、フロントマンじゃないから、ドラムです、ね、あんまりこう、ね、魂のブルースドラムって、ブルースドラムってあんまないじゃないですか。当時。それ意味合いがブルースっていろいろ使いますよね。ついギターの人とかがね、フィーチャーされやすいですけど、どはい、ドラム、おかしさんのこと分かってんなと思って、俺ちょっと嬉しかったです。ああ、そうですか。よかった。はい、本当、あの時も失礼しちゃったなと思って。いやいや、全然全然。おかしさんに持ってったのが、なぜか次郎吉田さんが配ってるってこと。申し訳ないっていう、すごい対応でしたね、確かね。あ、余談になってしまいましたね。はい、ということで、お店によってね、ブッキングの方針がいろいろありますけども、はい、次郎吉もですね、なんか、もしかしたら出れるのかもしれないっていう、ちょっと希望が持てましたね。私、早速デモテープ作ってみたい。ブルースを感じさせてみたいな。俺落としたりした。ちょっと心意気足らないですね。バンドとかやってんすけどって言いますはい、ということで、次郎吉の、金井孝也さんでした、はい、ありがとうございました。